読売西舘雄飛投手中央大学。はい、皆さんこんにちは、巨人 .com でございます。ということで、今回はですね、ドラフトで指名された選手を深掘りしていこうというシリーズの2回目ということで、前回のですね、西舘選手に引き続きまして、ドラフト2位で指名されました森田選手についてですね、今回は深掘りしていこうと思っております。今回のですね、ドラフトではジャイアンツはですね、2位以降5位まで支配下全員社会人を指名するというですね、思い切った戦略に出ました。そういう意味でもですね、この2023年度のドラフトが成功したかどうかというのはですね、やはりこの4選手がいかに活躍するかにかかっているのではないかと思っております。そのですね、一番上ドラフト2位で指名したですね、この森田選手にもですね、かなりの期待がかかっていることと思われます。さらにですね、評論家の中にはですね、このドラフトで最も完成度の高い左ピッチャーはこの森田選手だと評価している方もいらっしゃるぐらいですね、すごく期待値の高い左ピッチャーです。一体この選手何がすごいのか、どんな選手なのかというのをですね、深掘りしてですね、お話ししていきますので、ぜひですね、最後までご覧いただければと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、まずですね、今日の内容ですね、こちらの通りでございます。まず経歴から入りまして、投手の特徴、実績、そして期待値というですね、この4段構えで進めていきたいと思っております。はい、ということでまずは経歴の方ですね、簡単に振り返っていきたいと思います。まずですね、森田俊也選手ということで、まず185センチ88キロ、マックス154キロ投げれるピッチャーということで、スライダー、ツーシーム、カーブ、チェンジアップが投げれる投手ということです。誕生日ですね、1997年2月11日なので現在26歳というとこです。はい、そしてですね、出身地は富山県ということで、小中とですね、地元のチームに所属していたようです。高校ですね、富山商業高校ということで、この辺りでかなりですね、この選手有名になった選手なんですね。3年夏の甲子園ベスト16、アンダー18アジア大会準優勝投手ということで、この高校3年生の時にですね、一気にその知名度を上げて全国区のピッチャーになったというところです。この時にもしプロ志望届を出していればですね、確実にドラフトにかかっていただろうと言われているぐらいですね、すごい投手だったというところですが、この時はプロ志望届を出さずにですね、大学に進学するという進路を歩みました。はい、進学したのが法政大学ということで、実はですね、この森田選手、法政大学に進み、いきなりですね、開幕投手に抜擢されてですね、1年生ながらですね、試合でいきなり投げ始めることになり、いきなりですね、その春防御率で5位に入るぐらいですね、活躍を見せる、そんなですね、いいスタートを切ったんですけれども、実はですね、1年生の秋頃に肘を痛めてしまってですね、なかなかそれが良くならず、2年生の冬にですね、肘を手術するという決断をするんですね。そしてそこからですね、リハビリにですね、時間を要してしまうことになるんですけども、4年生になってですね、ようやく試合で投げれるぐらいまでにですね、復活することができて、その中でですね、法政大学4年生の時にプロ志望届を出したんですけども、その時はですね、プロの指名にかからず、本田鈴鹿に進むことになったというところです。本田鈴鹿に入社後はですね、試合で投げ続けていたものの、なかなかですね、その時が来てもドラフトにはかからず、気づけば入社5年目ということになったわけなんですが、実はですね、昨年ぐらいからかなり成績が良くなってきた中でですね、今年抜群の成績を残しており、このタイミングで満を持してドラフトにかかるのではと、まことしやかには言われていた選手だったんですが、それがまさかのドラフト2位でジャイアンツに入るということで、かなりの、まあ、ある意味のサプライズが起きたのが、この森田選手だったという言い方もできるかと思いますが、まさにですね、まあ、高校時代かなりの知名度を誇っていた選手が怪我で一度挫折を味わい、そこからのし上がってきた、まあ、本当にね、苦労人というですね、まあ、そんな言葉が似合う、そんな選手でもありますので、まあ、そういう経歴を歩んできた選手というところをですね、まずは知っておいていただくといいかと思います。はい、ではこの森田選手ですね、どんなピッチャーなのかというのを少し見ておきたいと思います。
先ほど申し上げた通りですね、体格面非常に素晴らしいですね。185センチ、88キロというですね、かなりですね、骨太の体が出来上がった、そういうですね、大柄の体格の持ち主ということなんですが、こちらにあります通り、マックス154キロの直球、そしてですね、決め球としてはスライダーが武器というような選手でございます。コーナーに投げ分けることができる、このコントロールの良さというのもですね、この選手の特徴かと思います。はい、スカウトのですね、評価というのも見ておきたいと思います。140キロ後半のストレートとカットボール、ツーシームでストライクゾーンを横に広く使う投球スタイル。左打者にツーシームを精度高く投げ込むことができ、左打者のリリーフ適性もある、計算して打ち取っていける総合力の高い投手という評価だったり、またはですね、左打者へのインサイドへのツーシームが良い、年齢はいっているが苦しい時期を乗り越えてきた、プロでやっていけるものはあるというですね、評価をもらっているコメントが残っております。実はですね、ジャイアンツ2位で獲得に行きましたが、これは噂レベルですが、3位4位で中日がですね、指名に来るというですね、情報が入っていたというですね、これ噂話ですがありました。そういった情報を嗅ぎつけた、ある意味情報戦なので、いうこともありましてですね、ジャイアンツは2位で行ったのかなというふうに推測することができるというところですが、今年はですね、大学生のピッチャーにかなり注目度が集まっていた中でですね、やはりこの森田選手もスカウトの中ではですね、非常に高い評価を受けていたというところになります。はい、では森田選手ですね、どのようなピッチャーなのかという続きになりますが、結果割合ということで、投球結果ですねの割合ということで、これ2023年度の公式戦のみの数字になりますが、このような形になっております。はい、三振もですね、20% ぐらい取れているんですけども、約ね 44%、 半分弱がゴロを打たせているというところになりますね。そのあたりがですね、この選手を表す特徴として現れるのではないかと思いますが、さらに言うとですね、ホームランや、デッドボール、または四球、フォアボールですね、このあたりは非常に少なく、非常にですね、制球力の高いピッチャーだということが言えるかと思います。はい、そしてこちらですね、2023年度の通算成績が上の箱になっております。実はですね、昨年ぐらいからかなりですね、成績を上げてきておりまして、今年23年度はこのような成績で、これ上り調子で来ているというふうに見てもらっていいかと思います。9試合投げて5勝2敗、奪三振率 6.3、四死球率 2.4、防御率が 1.95 ということで、非常にですね、これ去年ぐらいから徐々にですね、成績を上げてきております。はい、見ての通りですね、バシバシ三振を奪いまくるというですね、そういうタイプではないんですけども、しっかりですね、試合を作って、勝ちをもたらしていくというですね、そういうピッチャーですね。年対抗、これですね、トヨタ自動車の、補強選手としてですね、参加しているんですけども、本当に素晴らしいピッチングですね。回数15回投げてますが、防御率 1.2、奪三振率 7.8 の四死球率が 1.2 ということで、かなりですね、素晴らしいピッチングをしているというところです。まさにですね、大舞台に強い、大舞台でもしっかりとですね、自分のピッチングができているというところを、ここで見て取れるかと思います。はい、特にですね、やはりフォアボールの少なさですよね。ここがですね、このピッチャーの良さかと思います。制球力がしっかりですね、定まっているので、自滅することなくですね、試合を作ることができる、ここがですね、このピッチャーの良さなんじゃないかと思います。はい、成績を徐々に上げていると言いましたが、こちらがですね、直近5試合の成績になっております。6月20日のエネオス戦ですね、この試合で5点失点してしまっているんですけども、それ以外ですね、すべて失点1ということでですね、ほぼ完璧なピッチングを続けているというですね、結果をですね、残しております。これ以前のですね、試合もですね、実は何試合かだけ失点を重ねている試合があるんですけども、それ以外はほぼ完璧ということでですね、今年かなりの成績を残してこのドラフトに臨んでいたというところになります。いや、すごいですね。これ見て、この5試合の成績を見ただけでもですね、このフォアボールの少なさですね、やっぱり1試合投げて1個か2個、3個の試合もありますけども、ほぼフォアボールを出していないというところもですね、見て取れるところかと思います。今、ジャイアンツのですね、近年の
このフォアボール病というのがありましたので、まあ、ここを、まあ、この選手は心配するリスクが少ないというところ、そこがですね、かなりこのジャイアンツの指名につながった要素かなと思います。はい、このですね、ピッチング内容というのは、実は今年、左ピッチャーというジャンルでは、国学院の竹内投手がね、一番人気になりましたが、実はですね、この森田選手、この竹内選手とですね、非常にですね、似た成績を出しているというところをですね、見ておきたいと思います。こちら、ご覧ください。はい、こちらの表がですね、上が森田選手、下が竹内選手になってます。はい、まず体格面ですね。森田選手は185センチの88キロ。竹内選手は185センチの90キロ。ともに左投げ、左打ちです。これも面白いぐらい似てましてですね、マックス、森田選手は154キロ、竹内選手がマックス153キロ、さらにですね、持ち球ですよね、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームと、両選手とも全く同じですね。まあこれ、誤差はあると思います。けども、ほぼ、発表されている内容としては、ほぼ同じ球種を投げるというところです。そしてさらにですね、成績面もですね、ほぼ似ているんですね。まあ森田選手は社会人、そして竹内選手は、まあ、大学生なので、もちろんリーグの違いはありますけども、なんか非常にですね、成績が似ているんですね。まあ、試合数がちょっと違うとはいえですね、一番右側見ておきたいと思います。四死球率ですね。森田選手は 2.4、そして竹内選手は 1.68。ここはですね、竹内選手の方がいいですね。そして、奪三振率 6.30 と 6.83。非常に似ていますね。防御率は 1.95 の 2.24 なので、ここは森田選手の方がいいですね。まあ、両選手ともですね、このドラフトイヤーで一気にですね、その成績を上げてきたというところもですね、非常に共通点として挙げられるかと思いますし、まあ、この成績もですね、まあ、すごくピッチングスタイルが似ているのかなというふうに思いますね。コントロールが良くて、バリバリ奪三振を取るというタイプではないんですけども、非常にまとまった、ピッチングをしてくるというですね、そのピッチングスタイルというのは非常に似ているものがあるというふうに見て取れるかと思います。さらにですね、まあもちろんね、社会人と大学生のレベルの違いというのがありますね。まあ一般的にはですね、社会人の方がレベルが高いというふうに言われてますし、森田選手なんかはですね、トヨタ自動車の補強選手として選手権ですね出てますので、そのあたりのことを考えますとですね、スカウトによっては竹内選手よりも森田選手の方が今の現時点での完成度という意味では上だというふうに評価するのもですね、なんとなく分かる気がするというところかと思います。まあ、あとはですね、年齢がね、やはり森田選手の方が上なので、まあ、そこのアドバンテージが ありますのでね、まあ、単純に比較はできないとはいえですね、今年のドラフト竹内投手がね、3球団競合で一番人気となりましたが、この森田選手もですね、この完成度という意味でいくと、決してですね、竹内投手に、負けていない、実力を持った選手というですね、見方はできるかと思います。はい、そういう意味でもですね、竹内投手、このドラフトで一番人気の即戦力左腕というふうに言われておりましたが、この森田選手もですね、開幕のローテを争えるぐらいのですね、ポテンシャルを持った、完成されたピッチャーであるということは間違いないかと思います。はい、ということで、この森田選手にですね、対する期待値ということで最後ですね、どれぐらいの成績を期待していいのかというところをですね、まとめておきたいと思います。はい、当チャンネルとしてのですね、この森田選手への期待値、ズバリですね、10勝、そしてですね、伊藤選手を超えてほしいと、いうところをですね、結論付けておきたいと思います。阪神の伊藤将司投手です。はい、やはりですね、同じ社会人、そして同じ左ピッチャー、同じセリーグというですね、まあ、ここを考えるとですね、やはりこの伊藤選手ぐらいのですね、成績を残してほしいなというのがですね、期待値として挙げておきたいところかと思います。はい、では伊藤選手ね、初年度どれぐらいの成績だったのかというのがこちらになります。はい、伊藤選手の初年度ですね、2021年度の成績がこちらになります。まず試合がですね、23試合投げているんですね。やはり1年目でこれだけ投げれるというのがまずは、すごいところかと思いますが、加えてですね、10勝7敗ですね、これも立派な成績ですね。
そして奪三振率が 5.07 の四死球率が 2.37 防御率が 2.44 と、非常に1年目としてもですねまとまった成績を上げているかと思います。はい、森田選手ですね、年齢的に見ても、そしてここ近年の成績を見ても、これぐらいの成績は、残せるのではないかというふうにですね私は見ておりますし、それぐらい期待していいピッチャーだというふうにも見ております。そのためにはですね、まずは、キャンプ、そしてオープン戦と、このジャイアンツの中で この競争にですね、勝たなくてはいけないというところからのスタートかと思います。まあ、阿部監督もですね、なんかブルペンでのエースはいらない。また、中継ぎでですね、しっかりと、成果を、結果を出してから一軍に上げるというですね、コメントを残しておりましたが、やはりですね、まずは開幕一軍ローテを、勝ち取るところからのスタートかと思います。まあ、年齢で言うとね、来年で27歳というですね、まあ、オールドルーキーみたいな言われ方をしておりますけれども、でもですね、このピッチャーの完成度というのはですね、もしかしたら、先ほど申し上げた竹内投手よりも上かもしれないというですね、非常に高い期待値のところからのスタートになります。まあ、今のところまだですね、中継ぎなのか先発なのかすらですね決まっておりませんし、どうなるのかというのは今からになりますけれども、まあ、当チャンネルとしてはですね、ぜひともですね、初年度から先発ローテ入り、そしてですね、ここで挙げさせていただいた10勝、伊藤選手超えをですね、目指して、ぜひですね、バリバリ投げてもらいたいなというふうに思っております。ということで本日はですね、2023年度ドラフト2、森田俊也選手の深掘りシリーズということでですね、お話しさせていただきました。次回もですね、ぜひご覧いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。